はい、皆様こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ただいまより、ハッピートーク TV 第2回目を始めさせていただきます。本日もパーソナリティ務めさせていただきます、ハリカナオミと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。こちらのハッピートーク TV は毎回素敵なゲストをお呼びしまして、ハッピーに生きるヒントをお届けしていきます。ダンスのお話もですけれども、美容とか健康、スピリチュアルなお話とか占いとか、なんかそんないろんなお話を聞けたらと思っております。この番組にですね、出演してみたいなというゲストの方も随時募集しておりますので、もしご興味ある方がいらしたらぜひご連絡ください。はい。でちょっと今日ですね、さっきまでオンラインのショーをしてまして、今日イベントがちょっと続いた日でしてね、でもそれがちょっと終わって今ほっとしてまして、でも今からまた素敵なお話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですね、今日のゲストをご紹介します。はい。本日のゲスト、バリ舞踊家の、乾まり子様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾まり子と申します。よろしくお願いします。では舞子さんと、はい、私お会いしたのは今日初めてなんですよね。はい、ありがとうございます。お越しいただいて。ただ私マリコさんの講演を、あれ何年前ですかね。3年前ですね。そんなぐらいですか。はい、2019とか。そうですね。あ、本当に。はい、もっと前かと思ってました。もっと前ですか。じゃあ16とか。あ、そう、何回か公演されてます。そうなんです。そっか、なんかね、寝屋川の素敵なホール、どこでしたっけ。アルカスホールです。アルカスホールさん。はい、駅前にも。で、そうそう、バリ舞踊の公演があって、それを見に行って、それで多分フェイスブックとかで、はい、ね、お試し忘れてたんですけど、はい、繋がってたみたいで、今回はインスタグラムで連絡させていただいたんですけれども、はい、あれね、2016、毎年されてますか。毎年一応してますね、発表会は。あれが発表会になる。はい、全部生徒さんが出られて、あ、何人かはちょっと留学してた当時の仲間とか一緒に組んでる人を呼んで。何年からされてるんですか。西暦ですか。うん、発表会、その寝屋川のホールで。ホールはそうですね、5、6年前ですかね。なんかね、その寝屋川のホールが新しいって言ってた気がするんですよ。はい、その私が見に行った時。はい、違うかな。だからなんかその初めての頃だったのかなと思ったんですけど、違いますかね。わかんないですかね。毎年内容変わってるんですか、ね。あ、そうですね。そう、それでマリコさんのことを知って今回お呼びさせていただきました。はい、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。じゃあちょっと簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいですか。はい、私バリ舞踊、バリ島の民族舞踊をやっております乾まり子と申します。はい、始めたのは5歳からバリ舞踊を始めまして、はい、で大学卒業してから、インドネシアの芸術大学、うん、バリ島にあるんですけど、うんうん、そこの舞踊科に留学しました。うーん、で帰ってきて教室をしております。はい、バリ舞踊ってね、珍しいですよね。そうですね。今はあんまりブームじゃないっていうか。そうですか。はい、なんかなかなかお目にかかるタイミングが少ないかな。そうですね。30年ぐらい前に1回ブームあったんですけど、その頃はどこの文化センターにもバリ舞踊教室が、はい、あるぐらい。なんで、その5歳、さっきも言ってたんですけど、5歳からって、はい、なかなかね、いらっしゃらないですよね。なんかバレエとかが多そうなんですけど、バリ舞踊に行かれたきっかけは何だったんでしょう。きっかけは父がサーフィンすごい好きだったんですよ。うんうん、それでバリ島に行きたいなという気持ちと、うんうんうん、ちょうど自分父はシェフをしてたんですけど、もう自分の店開くタイミングで、うんうん、まあ、ちょっと修行を兼ねていろんな料理学びにバリに行ったことがきっかけ で、うんうんうん、でバリを好きになって、うん、でその何年後かに向こうの精鋭の子どもたちがこちらに公演、日本公演しに来てるのを見て、うん、でやりたいと言ったみたいなんですけど、記憶にはないんですけど。
じゃあ初めてバリに行ったのは、な初めて行ったのも5歳の時ですかね。じゃあそのぐらいの時に行って、はい、なんかバリ舞踊ってどんな、なんか手とか動きがあったりします？手の動き、そうですね、指の動きがこう、ああそれ、はい、こういう感じで、それなんか意味があるんですか？木とかがこう、うん、風が吹いたの見えないけど葉っぱ揺れたりするじゃないですか。ああいう感じで目には見えないけど、あのなんかエネルギーで動いてるぞっていうのを表現してるそうです。なんでしょう、あの風を表す。はい、なんかこう目に見えないものが、あ、そうか、スピリチュアル的な感じの、はい、面白いですね。他にも手のなんかありますか？なんか日常の動作みたいなのに、例えばまあこういうのだったら向こうから人が来た、で、あ、誰だ、覗いて、あ、こっちこっちみたいな感じとか、でそのじゃ全部お芝居っていうかストーリーがあって、はい、もう構成されるんですか？ね、全部ではないんですけど、うんうん、まあ、古典的というか基礎の動きは割と、うんうん、あのそういう日常の動作から始まって、今はもうあのいろんなこう、うんうんうん、最初宗教儀礼から始まってたんですけど、うんうんうん、今はもう人に見せる観光客用とかショーとしてがあるので、面白い、はい、どうやった指を揺らすだけ、はい、指を横になんかくっつけたりしてませんでした？違う、揺らす、あ、こうしてる、回したり、それはもうじゃあ小刻みに揺らすって感じですか？はい。お上手。あと目の動きもすごい特徴的だなと思うんですけど。あ、そうですね。目もなんか意味があったりします？目はなんかこう意味っていうよりこう感情が高ぶってき、うん、振りはもちろんついてるんですけど、うん、ここで右にデッポンとか、それは何、なんか物の動きを表しているとかではなくて、はい、喜びとかなんか怒ってたり悲しんでたりをもう顔で表現する演技に近いですかね。でも、はい、いろんなダンスもそうだと思うんですけど、それは目以外も使って顔の表情全部使う、あ、はい、顔の表情全部、笑ったりとか、はい、怒ったり、もういろいろ、面白いですね。でなんかそれを感情を入れれるダンサーが、うんうん、まあ、あの神様から託すって言って、うんうん、魂をもらえてるっていう割と重要事項になるんです。じゃあ結構なん芝居ができる要素が大事、ね、はい、はい、面白いですね、はい、なんか私バリね、はい、2回かな3回、今日考えてたんですけど忘れたなと思って、はい、でもあのレゴンダンスとか、はい、ケチャダンスはなんか見た記憶があるんですけど、はい、そうですか。なんかそのでも公演見させていただいた時はレゴンダンスとかもあったのかな、でも割とそうお芝居っぽい印象が強かったんですよね、はい、その真由子さんがされているのはレゴンでもなくケチャでもなくみたいな感じなんですかね。ケチャはね周りに男の人がいて、うんうん、チャッチャッチャッチャ言うのをケチャって言ってて、うんうんうん、レゴンダンスはちょっと説明すごい難しいんですけど、うんうん、私たちが踊りをやってる中の一曲っていうか、うん、はい、なんか宮廷の前、王宮の前で踊ってるイメージ、あ、そうですね、なんか女の人たちがっていう、はい、感じだったんですけど、はい、じゃあマリコさんされてるのは、マリコさんはあれですか、男役と女役とかがあるんですか？そうですね、あの全部男性舞踊、中性舞踊、女性舞踊って一応 3つくくりがあって、うん、私は中性舞踊が一応得意に、うんうんうん、とは言ってるんですけど、中性っていうのはどっちにも属さずに、はい、なんかすごい不思議な不定なんですけど、うんうん、男性だけど女性のキャラクターをやるとか、あとは女性だけど男性のキャラクターをやってるから、ちょっと足ガッと開いたり、キレがあるような柔らかさじゃなくてキレるような動きとか、じゃあ男性によりの動きをされてるっていうことが得意です。一応一通りはみんな全員あの、うん、やるんですけど、わ、面白いですね。なんかいろいろ奥が深い、はい、でもバリってなんかその何ですっけ、スピリチュアル的なことよくそういえば言いますよね。そうですね、そういうのが関係してるんですかね、やっぱバリ舞踊すごい関係してると思います。どんな
動きにそういうのが込められたりとかですか？ね、あの、なんて言うんでしょうね、あの、目に見えるものだけが全てじゃないとか、うん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 、あとはなんかこう 踊りにというより芸術を見ることでちょっと道徳の勉強をしたりできたりするんですけど、それはあれですか、バリン舞踊で振り付けも作ったりするんですか？はい、あの新しい踊りは一応毎年バリでもできてるし、うんうん、あの私もたまに作ったりはするんですけど、うんうん、でもベリーダンスの方みたいな、うん、あのこの曲をこの先生の振り というよりは割と古典的でもう決まった型がありますね。あ、この曲はこの踊り、はい、すごい不思議な感じがします、ね、じゃあ毎年バリ、じゃあ今まで何回ぐらい行かれてるんですか？いやもう毎年行ってたんで数えられないんです、うんうん、1年に何回も、1年に 2,3 回行ってた時もありますし、うんうんうん、今留学2年ぐらいしてたんですけど、うんうん、その後は1年に1回向こうに行って、うんうんうん、ちょっとバリの空気忘れないように、はい、で行ってその時にまた新しいのを習ってくるみたいな、はい、おさらいしたり習ったり、はい、じゃあコロナ以降どうですか？いや、そうなんで、それも全然行けなくなってしまったのと、向こうの先生ももう全然1年ぐらい衣装をつけずに踊ってないって言って、はい、でその新しいの習いたかったらオンラインでとかですか？なんかあんまりオンラインはあのしてなくって、もう行ける日が来るのをひたすら待ちます。なんか明日バリのなんかの日じゃなかったでしたっけ？明日、そうですね。ですよね。はい。ドアスルですね。なんか、ニュンピー。あ、そう、はい。なんかそれでインターネットが止まるかなんか聞いたんですけど。はい、電気が全部止まるんで。1年に1回？はい、1年に1回。あの、悪魔を外に出すのが今日なんですよ。で、本当は、あの、人形とかを作って、どんちゃん騒ぎして、で、自分たちは家の中に次の日はずっと引きこもって。それは毎年3月13、14なんですか？旧正月なんでちょっとカウントが違うんでいつずれ込むんですけど、でもそれもすごい神秘的で、もう本当あのホテルとかはちょっと一部電気つくそうなんですけど、さすがにもう本当街中は真っ暗で、すごいですね。でもなんか私そういうので、あの、まあ、バリの人はそんな考えてるかわからないんですけど、絶対そこで家にいるから、やっぱいくらこうネットとかがこう発達しても家族の時間がちゃんと取れるっていうか、で村社会なんで、あの年寄りも集まる、集会があったら集まるし、若い子も集まるしで、なんかこうおしゃべりする時間が、今はねコロナなんでどうなってるかわからないですけど、結構あって、なんかそういう人生の勉強っていうか大事なものも忘れずにあるところがいいイベントだなって思ってるんですけど、はい、そうなんだ、やっぱそういう日なんですね、はい、それはじゃあインドネシア全体ですか？じゃないです、バリ島だけ、はい、バリ舞踊もじゃあもちろんバリ島の舞踊になるんですね、はい、そうですね。だいたいどの辺にいつも滞在されるんですか？私は山の方のウブドっていう地域で、はい、観光客の人とかが、よく芸術の村ですね。芸術っていうのは、はい、なその舞踊だけじゃなくて他もいろいろなんか有名なんですかね？あの絵とか、あとはシルバーのアクセサリーの細工とか、結構いろいろあります。お料理は好きですか？バリ料理。お料理そうですね。そんなにバリの料理を作ったりはしないんですけど。食べれます？はい。辛いの平気ですか？慣れていきますね。あ、最初、はい、最終的には。私も苦手で、バリはサテですよね。はい、なんかサテ辛いというか、なんでしょう。なんか不思議な味しません？ちょっとな、山椒みたいな、何かな。なんか唐辛子がメインなんですけど。ああ、そっか。はい。ナシゴレンとかですね、うん。漬物みたいな感じで横に辛いものがポンって置いてあって、自分 で調節する。はい、一回行くとどのぐらい滞在されるんですか？3週間ぐらいですかね。
もうびっくりするのが朝から先生、私先生のお家にホームステイとかさせてもらうんですけど、あの朝はお粥がいいからお腹にって出してくれるんですけど、そのお粥すら辛いんですよ、お腹にいいのかっていうそれ何、唐辛子が入ってる、色は全然赤くないんですけど辛って言って、だんだん慣れてくるんですか、その3週間のうちに、最初は舌もびっくりしますね。本当ですね、はい、じゃあその先生と出会われたのは、その先生と出会ったのは、留学から帰ってきた後なんですけど、もうその方世界的に割と活動されてて、あの男の戦士の踊りっていうのがあるんですけど、男性の先生、はい、男性、それ男性の先生で、もうその戦士の前では何十年ももうナンバーワンに君臨しているような方です。バリ舞踊はどうなんですか、結構他の国にも普及というか広がって、他の国でもされてる方って多いんですか。なんか白人さんとか意外といたりとかして、はい、そうなんだ。衣装ってさっきちょっとお写真見るどんなんでしたっけ。衣装はねキラキラが、どう現地でしか買えないですよね。そうなんです、もうあれが伝統の衣装みたいな、はい、へえ。でも最近はちょっとこの伝統から人に見せるみたいなパフォーマンス的な部分もこう、なんか栄えてきたっていうか、なのですごい派手になってきてますね。へ、どんなんでしたっけ、なんかキラキラしてて、はい、あとキラキラしてて、キラ布にこう、あ、はい、そうですよね。この金のところとかは水牛の皮で作って、この表情はちなみにすいません、見れない、見えるかなこの多分マリコさんのインスタとかに載ってますよね、はい、この表情はどういう表情なんですか。この表情はなんか、あ、なんかあそこにあるかもみたいな感じ、面白いですね、はい。それ下はパンツになってるんですか。この、はい、この衣装はパンツですね。あ、どっか行ってしまった。そうなんですね。はい、こんな感じかな。あ、水色とかもあるんですね。いろんな色あります。そうですよね。日本ではちょっと手に入らないですよね。頭もなんかすごい被ってますよね。そうですね。重いですか。これはそんなに重くないんですけど、重いのはまあ1キロ近くあったりしますね。それも意味があります、なんかこう冠みたいな、はい、冠、それキャラクターによって、それはじゃあみんな役がついてるんですか。はい、だいたいテーマっていうか、なんか抽象的なのもあるんです、お花の踊りとか、ハイビスカスとか、フランジパニーとかあるんですけど、それは抽象的なんですけど、なんか戦士の踊りとか、マハバーラタというインドの西遊記みたいな感じのお話があって、それも同じヒンドゥー教なので、あ、そっか、はい、あ、そっか、バリヒンドゥー教、あ、そうなんです。あ、本当に、あ、イスラムはあんまりなんでしたっけ。イスラム教もに行くとは、ほとんどがイスラムかクリスチャンとかですかね。バリ島は、はい、ヒンドゥー、ヒンドゥーです。そっか、はい、でアジア全体でもそのマハバーラタっていうお話、割と広まってて、その中に登場する登場人物を踊りにしたものとかが多いですね。じゃあレッスンの時ってあなたはこの役、はい、あなたはこの役とか言って、それぞれやる振りが変わるってことですか。変わるのもあります。さっき言ってくださったレゴンダンスとかは、最初神様を自分の体に宿す時間があって踊りながら、でそれは同じ振りなんですけど、音楽がここからっていうところで物語が始まるんですけど、そこからは役が変わったりとかして、でそこを顔の表情とかでパッと、あ、役が入ったって分かるように踊るのがポイントっていうか、セリフはないんですよね。セリフはないんですけど、横で現地だったら おじさんとかが、ナレーション、はい、アテレコみたいなのしてって、はい、面白い。なんかね、横でガムラン、はい、演奏してる人が現地では、あ、そうですね、生演奏が普通ですね。そうですよね、それもね、すごい神秘的で面白いですね。なんかその
お話のストーリーはどうな、はい、見てる人に分かりますか？なんか文章であらかじめあったりするんですか？そうですね、現地でやあの定期公演とかあるんですけど、うん、あの観光客の人に見てもらう、うん、その時は大体配られて、うん、でもまあ衣装が全員一緒やったりするんです、うん、そのこれこの人かなみたいなこのお姫様がこれかなみたいな、ちょっと探りながらですけど、じゃあマリコさんもバリでも踊られたことがあるんですか？はい、一応あの、スマラナティというグループで、観光客の方の前とかでも踊らせてもらってます、あ、それ毎年行かれた時に、はい、行った時は、多分分かんないんじゃないですか、日本人って。それがね、あの最後挨拶せいで言われるんですよ。なんか日本語で毎週この曜日にこの時間公演します、それで挨拶したらなぜかさせられるんで、日本人なみたいな。本当に喋らなかったら分かんないですよね。そうですね、お化粧がね、そうすごい興味深いんですよ、はい、もうすごい可愛らしいお顔で、でもお化粧したら全然またお綺麗なんですけど全然違うんですよ。もう私最初びっくりして、あの舞台でしかねお見かけしてなかったので、あのその改めてこのお話させていただいた時にお写真見て、あれあれと思ってそうですね、全然もうあのドラッグクイーンの皆さんもびっくりバリの厚化粧ですね。それ現地の人もそんな風にしてますっけ？はい、みんな厚くする、はい、最近はもうね衣装が派手になってきてるので。ああ、それもなんか魔除けの意味があったりするんですか？それ魔除けってより派手が好きっていうだけですね聞くかな、見えますか？衣装が派手になってる分化粧も派手に、どうなんかどんなんなんですかね、アイラインをこう太く引くとかは。そうそうそうです、目を囲ってか。でもあのインドの、はい、ちょっと似てますよ ね、 そうですね、南インドの方かな、なんか目を囲ってっていうのとか、やっぱりちょっと近いですよ ね、 きっとね、はい、なんか化粧、お化粧にも流行りの入れ方とか眉毛の描き方とかがあるので、結構ちょっと敏感にチェックしとかないと、なんか流行遅れ、化石だよねみたいな厳しいな結構言われます、こっちからすると違いは全然わからないですよねそんな、なんか何が今はどういうのが特徴なんですか？なんかちょっと前まではあのなんとかな、アイライナーも引くんですけど、うん、まあ、上の方が太くし、うん、引いて、下はそう上ほどは太く引いなかったんだけど、うん、結構今下の方を太く引いたり、眉毛もアイライナーで引いたり、黒で、はい、真っ黒にパキッと、はい、あとは眉毛の形もなんか眉山美人が流行ってた時期もあるんですけど、今割と平行眉が流行ってて、結構頻繁に変わるんですね。最近すごい頻繁に変わるからちょっともうついていけなくなりますねアイシャドウとかもするんですか？アイシャドウとかも色のせるんですか？色ののせ方の流行りがちょっとあったりしますね。すごい、それはあれですか、でも舞踊をする人だけの話、もうバリ人みんな女の子ではそういう流行があるんですか？ありますね、日本人のあの眉毛ちょっと最近太いぞブームのような感じの、もうちょっと濃い化粧をしてますね、面白い、はい、そうなんだ、ねえ、なんかバリ舞踊ね興味深いですけど、なかなか日本で見れないですよね、うん、そうですね。あるとしてマリコさん以外の教えてる方ってあるんですか？はい、スクールあります、はい、あります、あります。大阪でもいくつかあるんですか？はい、あります。なんかそうそう、あのお聞きしたかったのが、タカスクリニックの皆さんあのでもタカスクリニックの人と思わないですよねなんかお顔が全然違うくって、そうです、でもそのね公演の時に、はい、あの人タカスクリニックの人に似てるねっていうのを言ってて、でもあれも似てるって言って、結局何で分かったのかな、なんかやっぱりそうだったみたいになってそうびっくりしたんです。あれはどんなきっかけだったのかお聞きしてもいいですか？ あれはねなんか突然あの CM 会社の方から連絡いただいて、すごい、なんか探してるんやけど、20代の人、でそこそこそれなりにすぐ踊れる人みたいなんで、バリ舞踊で、はい、バリ舞踊で、であとなんか写真とか、普段の全身写真とかも何枚か送らせてもらって、で
生徒の何人かも一応候補に送ってって言われて送ってしまって、で、なんか他のグループにもどうやらそういうお声かけしていたみたいで、で、その中から一応選んでいただいたんですけど、でもあんまり20代がその時いなかったんですよ。ほとんどもう30代の方ばっかりだったんで。あれ何年前ぐらいですか？あれももう5、6年前ですかね。今はもう見れないんですかね、あの CM。YouTube で。やったら見れます。はい。高須クリニック踊り変化なんか入れてもらったら。はい。なんでバリ舞踊だったんですかね。多分、そう言われてたのが、なんか、オリンピックとか、万博大阪に来るから、海外の方が、こう、高須クリニック、自分の国の踊りやってるやんっていうので、食いついてもらうのに、なんかまあバリ舞踊一応メインにすると派手やしっていうことで選んでもらったんですけど、はい、じゃあその踊り編の CM はバリ舞踊だけだったんでしたっけ？後ろにベリーとサンバの方もおられたかな。そんなやつだったっけね、はいはい、日舞の方もいたかな。なんかそう、でもそうマリコさんが真ん中にいて、はい、この辺とこの辺とこの辺にいるような、みんなに囲ってもらう感じで、すごいですね。ちょっともう一回今日帰って見てみようと思います。ありがとうございます。じゃあその後でも反響すごくなかったですか？そうですね、なんか全然連絡取ってなかった、それこそ中学の友達とかがこれってみたいな。分かるんですかね。昔その習い事でこんなんやってますみたいなポロッと言ったのが意外とみんな覚えてくれたみたいな。まあ、なかなかいないかもですね。そう印象に残ってて。そうなんです。すごい、そうなんだ。じゃあ高須先生にもお会いしたんですか？はい、恵子先生お会いさせていただいて、優しい方でした。恵子先生、女性の先生。はい、女性の先生で。お父様、はい、お父さんとなんか息子さん、わかんない、はい、会ってないんです。そうなんだ。高須クリニックって大阪ですか？はい、大阪の CM に出させてもらったんで。そうか、はい、ね、ちょっと皆さんもぜひ YouTube で検索してみましょう。はい、お願いします。高須クリニック踊り編。後で見てみます。ありがとうございます。じゃあバリ舞踊もし習いたい方、お教室のちょっとお話ししていただきましょうか。 ありがとうございます。何個教室が今おありなんですかね？鶴橋と、寝屋川と京都の大宮っていう場所でやらせてもらってます。はい、3カ所、はい、3クラスですか？3クラスで、あとは自宅の方で、個人レッスンもやってますので、よかったら。初めて行く人って、はい、どんな、まずどんなこと？そうですね、指の練習もそうですし、あと基本のポーズっていうのがこうあるんですけど、肘が上がるんですか？はい、肘は上げるんですけど、でなんか親指を折るんですか？そうですね、女の人の踊りとか親指を折ります。もうなんで親指は見せちゃいけないみたいな。いや、なんか手首立てるんですよ。で手首立てた時って親指こう勝手にこうよりこうなりますね。で肘も上げて、はい、で肘も上げて、指がすごい反ってるんですよね。あ、これこんなんつけるのもバリ舞踊でした？それよく間違われるんですけどね。はい、タイ舞踊なんです。それはそうですね、はい、本当だ、はい、バリ舞踊は指だけでいきます。肘も上げて、はい、でちょっと手首回してみたり。へー、はい、そのじゃあ初心者の方とかは、はい、ここだ。でも結構運動汗かく感じなんですか？はい、もう私教室によって多分いろいろだと思うんですけど、私は割と音楽を初めからかけて、耳をまず慣れてもらって、で足動かしてもらいながら上半身もやっていくっていう感じですね。バリ舞踊の音楽ってどんなんでしたっけ？それこそあれですか、ガムランみたいなですか？そうですね、もう全部それ。はい、全部それほとんど。そうなんだ。でもそれだけでなんか癒しのなんかヘルツっぽいですよね。ね、周波数がアドレナリン出てるのか。じゃあそのお教室3つあって、はい、何曜日とか夜とかですか？はい、夜が、水曜木曜は、水曜日京都なんですけど、夜2クラス、で木曜日も鶴橋で1クラスですね。あとはお昼の
寝屋川のクラスがあります。だいたいどのぐらいの世代の方が多いんでしょう。そうですね、30、40、50代、結構いろんな方がおられます。何歳からでも、はい、何歳からでも感じですか。はい、なんか未知の世界ですね、ね。なんかどうだろう、初めてダンス初めての人でも生きる、はい、ゆったりしてるんで最初は。これは気になりますね、なんかね。こう親指入れる、はい、親指入れる。やっぱでも指がすごい反って、この2本はくっつけるとかですか。あ、そんなことないです、関係ないですか。はい、自然体の感じで。で、私ね、あのなんか特殊体質なのか、はい、関節めちゃくちゃ柔らかいんですよ、はい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 、見えます。わー、それ何してるんですか。これ全然あのなんかこうやって子供の時からやってたんですけど、すごい曲がるんです親指と。それでもバレー部をやってたカラーもあるんですか。関係ない。ねえ、どうなんでしょうね。でもずっと結構こうグッグッって反らす練習はしてました。でも女には良さそうですよね。そうですね、すごいできない。そっかそっか。教室のことであとなんか言っときたいことありますか。そうだな、なかなか最近ちょっとね、あのベリーダンスのやりたい方とか多いじゃないですか、うんうん、多いかな。そうですかね、うん、うんうん、まあちょっと一般的になってきた、ね、とこですかね。バリブヨもそうなれるように。バリブヨってね、足に何かつけたりするんですか、鈴みたいな。ね、最近つける踊りもあったりします。もう基本はつけないですかね。つけないのか、はい。じゃあレッスンの時はどんな格好で、何でもいいの。何でもいいんですけど、あの布をちょっと巻いてみたりとか、 あとバリのちょっと派手なズボン履いてみたりとか。へー、はい、そうなんだ。ちょっとね、はい、面白そうですよね。なんか異国情緒がすごい味わえそうですよね。そうですね。ありがとうございます。じゃあちょっと一度、はい、CM を流しますね。1分ほど少々お待ちください。はい、
ありがとうございました。ですね、急遽私の無茶ぶりに今からちょっと少し踊ってくださることになりましたので少々お待ちくださいませ。これこっちのこれこれかこっちの方がいいですね。ここに見えます。それかこっちの方がいい、それが見えこっちの方がいいですかね。これだとね、あのカメラになるんですね。そうそう、こうか。でもこっちの方が大きく映りますよ。どっちがやりやすいですか、こっち。なんか動きがこっちの方が見えますか、ね、こっちの方が。じゃあちょっとここで音楽をかけて踊っていただきます少し、はい、ありがとうございます。わーわー、いやーすごい、わあすごい綺麗な指。いやーいやーありがとうございますこの曲この曲って感じですね。なんかバリに来た時って感じするいやー懐かしいな。なんかこのバリ料理屋さんって結構多いですか。あ、そうですね。ごめんなさい、ゆっくり用意してくださいね。さっきもなんか言ってましたね、心斎橋の裏にな、はい、心斎橋オーパの辺にウボドスチっていうお店もあったりしますね、うん、そこでもなんかたまに踊られたりしてるんですかね。もうほんとなんか たまに、うん、他にもバリ料理屋さんって結構あります。結構増えてます最近は。どの辺がありますか、うん、そうですね、アビコの方にもあったかな、うんうん、あと私なんか河内長野の方にもなんかよくお世話になってる方がいて、この間なんかイベントされてたの、あれ京都か、あれは京都か、ね、あ、はい、あれ京都で、あそこもみんな行ってください、豪室っていうお店で、バリ料理屋さんではなくて、バリ料理屋さんじゃないんですけど、私の生徒がやっておる店なんで、何屋さんですか。日替わりランチのご飯屋さん、はい、ご飯屋さんで、なんていうとこでしたっけ。5号室です。5号室の、はい、5号室、はい、5号室。京都のどの辺ですか。祇園で、南座のすぐ2分3分ぐらいの場所、河原町の近く。はい、そうなんです。お昼だけされてる、今は時短かもしれないですよね、はい、そうなんだ。なんか昔の私、東三国の、あ、はい、ハッピーバリー、あ、そこによく行ってましたけども、あ、そうですか、ありますか。まだあったと思います。本当に、へえ。ちょっと駅から遠いですよね。そうそう、三国と東三国の間ぐらいで、うん、なんかタクシーで行くかなんかみたいなとこだった記憶。バリ料理好きなんですか。辛いのにね。なんかでもバリがなんか異国情緒が好きで、よく、うん、母とか姉とかと行ってて、へー、そう、一時すごいよく行ってました。で、ちょうどスマトラの。地震、津波、あれいつでしたっけ。それの前ぐらいに行ってたのかな。あ、そうなんですか。結構それの後スタッフの人国に帰られたんじゃなかったかな。なんか、あ、そうなんですか。なんかそのちょっと心配だしとか、なんかそんなんだった記憶です。へ、今もあるんですね。今もありますね。あそこはあんまショーとかされてないですかね。そうなんですよ、あそこはオーナーさん一回変わってるんですけど、うんうん、あんまりショーとかには力入れてない感じですね。すいません、音忘れてました失礼しました。そっか、じゃあ他なんかね、本町のあたりにもあった気がしましたけど、なくなったのかな。本町のあたり、昔たちた昔ありました。それ多分すごいですね。めっちゃ前ですよ。本当です、うん、そこでベリーダンスのショーしてる人がいたんですよね、確か。なんか私の記憶違いかな、なんか天井が高そうなお店だった記憶、違いますかね。でも行ったことないのかも、私名前を聞いて、存在だけ聞いたことがあって、うん、行ったことなかったのかもですけど。そうなんです。じゃあしばらく、じゃあイベントとか何かバリ料理、じゃあバリ舞踊のショーを見せれるのはしばらくなさそうですかね、はい、まだちょっと、はい、夏ぐらいにあるかなと思うんですけど、あとはインドネシア領事館の、うんうん、ちょっとホームページでそのうち上がるかもな、あんまりはっきり言えないんですけど。そうかそうか、はい、すごい。じゃあ領事館絡みのなんか結構しっかりしたやつがあるかもなんですね、はい、ちょっと、はい、今悪戦苦闘しながら、はい、やらせてもらってます。そういう
ショーはお一人なんですか、その群舞みたいなのもあるんですか。はい、あのいろいろ生徒さんたちと、はい、生徒のみんなと踊ったり。すごいね、見てみたいですよね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後になんかプライベートのことをお話聞こうかなと思ったんですけど、はい、普段どんな生活なんかお仕事もされてるんですか。はい、あの踊り一本なんですけど。わすごいすごい。じゃあ平日はもう練習とかね、ぐうたらしたり教えたり、まあ自分の、はい、練習したりって感じですかね。そうですね、いいですね。でもね、ね、じゃあまあ次ね、いつバリに行けるかね、ちょっとまあみんなわかんないとこですよね。わかりました。じゃあじゃあマリコさんのなんかハッピーの秘訣を教えていただきたいんですけれども。私の私はとにかく、うん、あの面白いことが好きなんですよ。なので常に何かこう笑いを見つけることが。はい、今日何か笑いました。今日はちょっとまだあのピンときてないですけどこれから今からですね、はい、これからまだ夜、はい、3時間4時間ありますね、その間にきっと、はい、でも今日なんかねイベント行かれてて素敵なショーを、はい、発表会を、はい、楽器の方の演奏を聞きに行ってきまして、ね、あそこでハッピーありました。あの子供むちゃくちゃ歩いてて、あの全然知らんはずのその演奏の方に手をものすごい振って、急に微笑ましい微笑ましい、なんでやねんって思いながら可愛い光景ですね、はい、可愛かったです。そこじゃあね、笑うことね、はい、大事大切ですね本当にね、はい、ありがとうございます。じゃあ今日あちょっともう一回なんだっけこの練習、はい、指の練習、指の肘を上げて、はい、親指入れて、手は床に垂直、あそうですね、曲がったりしちゃいけないってことですね。はい、まっすぐがかっこいいと思います。こうしてこの練習と YouTube で、はい、高須クリニックさんの CM、はい、踊り編お願いします見てみましょう。でイベントは、ちょっと少しお待ちいただいて、はい、両時間絡みで何かされるかもしれないということですね、はい、楽しみにしています。はい、YouTube でまたお会いできるかな。 あと YouTube でまいこさんの動画も見れるんですか。あはい、 YouTube とあと Instagram ちょっと一生懸命やってます。こちらもねぜひあの検索してみてください。ね、もうお名前で検索したら出てくるんですかね。はい、出ると思います。井上まりこです。井上まりこさんで、YouTube もそれで出てきますか。 YouTube は出てくるかな、うん、あでもじゃあインスタで動画が、はい、とかお写真いろいろ見れるんですよね、はいはい、じゃあそちらまたぜひ皆さん見ていただけたらと思います。お願いします。はい、ではちょっとですね、よいしょ、これにしたらいいの、これにいいかな、どっちかな。ちょっとイベントの告知をさせていただきます。来週ですね、3月20日の土曜日にお昼、日本時間お昼、確か1時からだったと思います。毎年デリーで開催されていたイベントがあるんですけど、ナマステジャパンフェストというものが、今年はオンラインで開催されます。まだちょっとそのリンクとかがね、ちょっと発表されてなかったと思うんですけど、今週中に発表されると思うので、それで、私も先日そのイベントのためにちょっと動画を撮影しまして、そのいろんな方のパフォーマーの動画が流れたりとか、あのリアルタイムで何かな、ちょっとわかんない、折り紙とかかな、ちょっとわかんないんですけど、そういうのがなんかあるみたいで、日本とこう、まあ、インドだけでなく世界をつなぐあのイベントだと思いますので、ぜひご覧いただけたらと思います。はい、では本日のゲスト、バリ舞踊家の井上まりこ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、これどうやって終わるんだったっけ。